はい、今回は若新雄純がスシローのペロペロの件を擁護している、違和感と、こちらについてですね、考えて、お伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。この若新っていうね、慶応なんですかね、このよく知らないんですけど、慶応の准教授の人が、ね、このスシローのペロペロの件を擁護して、あなたは過去にミスをしたことがないと言えるのかというね、なんかいう、全くもう違和感ですけど、単純に一言で言うとね、炎上マーケティングで逆側に回って言ってるだけなんじゃないかと、そう思うんですが、こちらの件について今回考えていきたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。このね、スシローのこのペロペロの高校生の件については、何人かが擁護派に回ってるんですが、擁護派の狙いっていうのは意図的に、逆の方向に回って、注目されたいっていう、そういった、意図を感じると、そういった、話です。そのような視点から、こちらのニュースについて考えていきます。まずですね、ニュース記事を引用いたしますので、そちらから一緒に考えていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。まずですね、こういったことなんですね。若新雄純、スシロー問題の件について、意見を述べたと。このアベマ TV、アベマプライム、アベプラっていうんですか、これに出て、言ったと。で、このスシローを含む、飲食店での迷惑行為を撮影、SNS で拡散し、社会問題になっていることについて、言及したと。で、この若新が、ツイッターとか見ててすごいって思うのは、なんてひどいやつだ、そして近くのスシローには行けないって、本当の被害者であるスシローのことはかばってなくて、誰もが通ってきた、通ってきたかもしれない人間の弱さとか愚かさと付き合うの下手だなって、思いましたとコメントするっていう、ちょっと何言ってるかわからないんですけど、またそんなことを言って、あなたは過去何年間か遡られてもくだらないミスと失敗を絶対にやったことないって言えるのかなとはちょっと思いますけどねとも語っていたって、もう言ってることがさっぱり意味がわからないんですよ。で、この最後のところなんですよね。一言でこうくだらないミスって言ってますけど、これが多くの人のおそらく炎上、なんていうのかな、気持ちを逆立てする発言だと思うんですよ。で、まずそもそもなんですけど、この皆さんもね、もう注目の件なんでお分かりだと思いますけど、このスシローのペロペロ男っていう高校生を擁護する必要などないし、擁護発言なんてもいらないんですよ。で、このね、若新っていうんですか、この人ね、ミスとかなんとかって言ってますけど、この高校生っていうのはわざとやってるわけじゃないですか。醤油差しを舐めて、ね、お客さんが使う湯飲みを舐めて、回ってる寿司に指で唾をつけて、目的は何だか知りませんよ。SNS の承認欲求なのか知らないし、あるいはね、この高校生をね、動画撮影してるこのものも父親ではないって分かってるんですけど、友達だと思いますが、こういった友達も一緒に追及される必要があると思うんですよ。刑事と民事の両方でね、多大なる、スシローを含む外食産業に迷惑をかけてるんで、あるいは、ね、国民が、回転寿司に行かないとか、外食しないっていうことになってるわけじゃないですか。で、この若新っていうのが言ってるくだらないミスとかって言ってますけど、くだらないミスじゃないからね。本当に、このペロペロ男ってのは違いますけど、本当にもし何かでね、ミスをしたんであれば、こんなことにはなってないわけですよ。わざとじゃないですか。で、わざとこういうことやって、回転寿司のね、回るシステムをね、崩壊したりとか、外食産業全体に不安を与えたと、そういったこと。あるいはですね、この件で、スシローにお客さんが少なくなったんで、スシローの従業員の仕事が減ったっていう、そういったことも十分考えられるんですが、そういった状況下においてね、くだらないミスと言ってる時点でも意味わかんないんですよ、この若新っていうのも。で、なんか、これネットで言われていて僕も思いますけど、わざとやったミスね、ミスじゃないね、わざとやったことと偶然にミスったことって意味が全然違うじゃないですか。この若新の狙いっていうのは、話の論点をずらして、炎上させて注目されるっていう、いわゆる炎上商法なんですよ。で、あるいはもし本当にね、この若新っていうのが、これコメンテーターって言ってますけど、こんなこと分からずに、本当にね、この高校生ペロペロ男が、
ね、かわいそうとかって言ってたら全く理解できないですからね。慶応大学の特任准教授とかって言ってるので何もわからないんですかね。分かっててやってると思いますけど、だからどっちにしてもおかしいんですよ。もし何にもわからなくて、やってこのこと発言したら わけわかんないじゃないですか。だって世の中の多くの人はそう思ってないわけですから、僕もね、わざとこういうことをやって迷惑をかけてるわけですよ。だから何をしてるのかっていうと、わざと迷惑動画を SNS に拡散したわけですよ。でそういう意図的にやったことに対して、悪いことなわけですよ。多くの人に迷惑をかけてることに対して、その件に話をすり替えて、ねえ、この若新っていうのか、失敗を絶対にやったことがないって言えるのかなって、日本語意味わからないですけどね。絶対にやったことないでしょ、こんなこと。まあ今はやるやつがいますけど、この模倣犯っていうのがいますけど、普通こんなことやらないですからね。で言ってることが意味がわからないんですよ。でこのなんかニュースのね、間にありましたけど、人間としての弱さとか愚かさと付き合うのが下手とか、全く脈絡がない、話をしてきて、もう無理やりこじつけて、この高校生のペロペロ男を擁護してるとかって言うんですけど、今回の件皆さんも思ってると思いますが、このいわゆる擁護派の人間たちっていうのはわざとね、逆の方向に回って注目されるっていう、いわゆる逆張りの炎上狙いっていうようなことなんで、ひどい話ですよ。で別にこの若新だけじゃないですけど、他のね、村本とかもそうですけど、こういった擁護派がいるから模倣犯続くんですよ。もう本当にこういうことやったらどういうことになるか分かるかっていうことを民事と刑事の両方で、がっちりやれば、こういうことしたらね、もう本当に賠償金億とか数億とか来て人生その後もどうにもならないとかって言ったらやらないじゃないですか。そういうふうに持っていこうとしても、いやそんなことはね、その軽いことなんだからとかね、なんか高校生なんだからとか未成年だからとか、なんかそんなようなこと言ってるから、だからなくならないんですよ。もうこの件っていうのは、このペロペロ男っていう高校生、きちんと刑事と民事の両方から追及して、もう模倣犯が出てこないこと、出てきますけど、今出てきて大きな問題になってます。そうやってもうがっつりね、追及していかないともう終わらないですよ。外食しに行けないじゃないですか。本当にこれこの若新っていうのが言ってるんですけど、くだらないミスとかって言ってますよ。大きい問題ですよ。だって日本国民が外食するのを懸念してる人が一定数いるわけですからね。少なくとも僕行かないですからね。回転寿司に行かないですよ、この件で。しかもね、このスシローのペロペロの後にですね、他にうどん屋とかにもあるじゃないですか。別にいろんなところにも、だからこの回転寿司以外の外食産業にもこういった、もういたずらではないですね、悪質すぎる迷惑行為と定義しますけど、そういうことをしてるわけじゃないですか。だからそういったものに対してのこの認識ですよね。くだらないミスとかで、あるいはね、そういったことを追求する人たちに対して失敗を絶対にやったことがないかって、それはね、僕もそうですし、リスナーさんもそうですか、ね、普通に過ごしてれば失敗することはありますよ。ただわざとこんなことやらないじゃないですか。意味わからないって話ですよ。ちょっとこのね、スシローの件の擁護派っていう人がいるんで、ちょっと気になったニュースだったんで、ちょっと僕なりに思うところ、解釈をお伝えしてみました。何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりです。ということで今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。